じいちゃんからしずくのこと聞いてさ、俺何も応援しなかったから。せいじくん、ほんとか？嬉しい、こうなるからいいなって思ってた。年が巡るたび、私はこの町を訪れる。田んぼはなくなり、デパートが建ってしまったが、間違いなくこの町はあの映画の空気を残している。上京してから毎年だったからもう5回目だ。私にとっての聖司君はまだ現れていない。よりによって浮気かよ。どっかにいないかな、聖司君。すみません。何ですか？動画撮ってもらえませんか？はあ。いや、そっちからじゃなくて街が入る感じで。すみません、合図出すんで。よーい。はい。じいちゃんから話聞いたよ。俺、自分のことばっかりで、しずくのことを全然助けてあげられなかった。ちょっと待ってよ。あ、喋っちゃダメですよ。ラストシーンじゃん。知ってるんですか？じゃなきゃこんなとこわざわざ来ないでしょ。じゃあもう一回お願いします。ストップ、聞きたいことが山ほどある。すみません、僕は山田陽介って言います。どうでもいい。なんで動画撮ってんの？彼女がこの映画好きで。彼女？今度資格試験受けるんで応援したくて。これが応援になる？なります。じゃあまず言わせてもらうけどさ、初対面の人にこんなこと言うのもあれだけど、君は聖司君じゃないよね。知ってます、僕は陽介です。そうじゃない、柄じゃないって言ってるの。でも彼女は僕のこと好きなんで別にいいかなって。でもここ場所違うよ、もっと上だから。そうなんですね。あ、案内してもらえません？嫌です。お姉さんもミミスマ好きなんですよね？好きだけど野獣は嫌い。何撮ってんの？嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつって言うかなって。言わないよ。お願いしますよ、手伝ってください。だから嫌だって。そっか、映画に出てくる大人はみんないい人だったけど、現実は甘くないってことか。いや、いいんですよ、一人で撮りますから。お姉さんは好きにしててください。ちょっとだけだよ、本当にやるの？お願いします。よーい、アクション。行こう、恐れずに。午後の気流が乱れる時、星にも手が届こう。カット。真剣にやって。だって私しずくより10個も年上なんだよ。もう一回お願いします。ありがとうございます。これで完成です。よかったね。編集したら送ります。お姉さんにも彼氏できるといいですね。余計なお世話だよ。じゃあ。ねえ彼女、本当に喜ぶのかな？根拠はないですけど。ないんかい。好きならそれでよくないですか？そっか。
じゃあその時だけは彼の背中が聖司君に重なって見えた。ほんの一瞬だけ。